じゃあ今回はあの赤いカバンの男が仕事に来てねえから探してくれってポポリに頼まれたところですね。だからまずは海岸の町に行かなきゃいけないんだけどあの男がいないと船使えないんだよね。せっかく移動便利になったのに、また歩いて行かなきゃいけないね、海岸の町に。ほんとなめられたもんですよ。あのファストトラベル機能3回ぐらいしか使ったことないからねじゃあ町に着いたけど、この人、あ、赤いカバンだね。赤いカバンの夫婦の女性の方。私の人生は終わりよ。家にも帰ってきてないのかな。どうしたんですか。また喧嘩でしょ。あなた方は船頭の夫がお世話になっている。あ、まあでも喧嘩だったらこんなにしょげた感じにならないか。この人、自分は悪くないと思ってるからね、いつも。一応聞いておくが一体何があったのだ。実は夫とまた喧嘩しちゃって喧嘩じゃねえか。夫が家出を。そっか、じゃあこの人も夫の居場所わかんないのかどうせそんなことだろうと思ったぞ。でも夫が悪いのよ。いや、もうどっちが悪いかは判断できないので知らないですけど、私が大切に取っておいたリンゴを10個も食べちゃうんだから出来事がしょっぱいんだよな、いつも。それはすごいですね。私も言い過ぎたけど、でもまさか1週間も帰ってこないなんて。大事だな、割と。わかりました、俺たちが探すのを手伝いますから。え、本当？嬉しい、よろしくお願いします。え、これ追加エピソードかな。少年編でのこの夫婦のエピソード自体が追加だったしね。プレステ4版の追加のお話かもしれない。うん、以前のように酒場で聞き込みをしてみるか。酒場で聞き込みか。1週間ってなかなかだけどね。少なくとも町の中にはいないよな。町にいたらさすがに誰かが知ってるはずだよね。こんにちは、赤いカバンの男を探しているんです。心当たりはないですか。なんかこの人、少年編の時も聞き込みしなかったっけ。ちょうど顔隠れちゃったけど。なーに、あの夫婦また喧嘩でもしたのおなじみなんだ、町でも。実は旦那さんが家出したみたいで。よくあることなんですか。今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だから、そっちに帰ってるのかも。そうなの。あいつニーヤの村出身なの。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。あ、その人に聞けってことか。わかりました、話を聞きに行ってみます。うん、なんかこんな感じ。あなたよく見るとなかなかハンサムね一緒に飲んでいかない。同じことあったな、子供の頃も。え、いえ結構です少年の頃と変わらない部分もちゃんとあるんだな。まさか。なんか安心するな。あの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。うん、驚いたな。でもなんとなくわかるよ。あら、そう。あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。変わってんな。正気か我はげんなりするが俺も正気かって思うけど、あー、やっぱり使えないのか。船は代わりの人とかいるかなって思ったけど、じゃあまた歩いて村帰らなきゃいけないんだ。本当に何のために使えるようにしたんだよ、ファーストトラベル。そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。ああ、そうだったね。そうであったか。死んだと思い込んだんだよな。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、うん、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことは、なんだか嬉しく感じるよ。ああ、そりゃそうかも。あの夫婦はもっと成長すべきだとは我は思うかないや、まあ白の言うこともわかるけど、確かにプレイヤー目線で見てもね、5年前と5年後で大きく世界が変わってしまったように思える中で、あの夫婦の変わらなさって貴重なものかもしれないね。言われてみりゃだな。ああ、この人があれか、衛兵って言ってたよな。衛兵があの男と兄弟だと。いや、こんにちは、何か用かい。海岸の町にいた赤いカバンの男、
水路の船頭がどこに行ったか知らないか。家族だと聞いたんだが。ああ、あいつなら俺の弟だよ。しばらくこっちには帰ってきてないが。あってはないんだ。今どこにいるのだ、その弟は。この村出身だったらニーヤとも知り合いでおかしくないんだけどな。知らないな、最近会ってないし。そうか。手がかりなしじゃん。でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから、郵便局の人が知ってるかも。郵便局？郵便局？まさか。海岸の町の配達員から話を聞けそうだ。また戻んのかよあっち。やれやれ。歩いて。また戻るのか。くそ。行ったり来たりさせやがって。船使えねえのに。船使えんならまだいいけど。本当に。男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。本当にな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。たまにじゃねえんだよ。嵐の前の静けさ。お前の人助けは。でないことを祈っておるぞ。そういえば、お前は手紙を書いたことがあるのか。手紙？あるけど、書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。そうなんだ。愚か。ヨナは手紙好きだったのに。手紙など、己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だというのに。わかったわかった。なんで手紙にそんな思い入れあんだよ。うん、ヨナは手紙好きだったよな。で、郵便局の人が知ってるかもしれないのか。お邪魔しやーす。あれ、誰だお前。あれ、違うよね、配達員さんじゃないんですね。そうなんだよ、荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番を頼まれてな。気軽に外部の人に留守番頼んでいい場所じゃないでしょ、郵便局って。君も荷物の受け取りかい？いや、受け取りっていうか。いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。情報をね。何か知りませんか？悪いけど俺は力にはなれそうにないな。そういや仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないって心配してたな。娘家出で行方不明になった者が2人。偶然であろうか。ああ、何か共通点あるんじゃないの？その子の行き先に心当たりは？そうだね、もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれないな。ああ、それの話かこれ。ああ、覚えてねえわけだわ。これもう完全に追加エピソードだね、プレステ4版の。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。ほうほうほう、そこに行ったかもしれないと。行方不明者2名は。うん、あの難破船か、調べた方が良さそうだ。そう、難破船。ああ、入り江に行ってみよう。こっからすでにちょっと見えるけど、町のあれどっち側だ、西側か、西側のあの海岸に船が難破してるんですよね、青年編になってからは。で、それってプレステ3版になかった要素なんですよ。で、あ、まあ一応手がかりありましたよ。私を一人にするなんて、帰ってきたらきつく言って聞かせないと地獄を見せてやる。やばい、カバンの男無事かな。なんか一気に不穏になってきた気がする。それが帰ってこない原因なのではないか。なんかちょっと語らせてほしいけど、プレステ3版のニーヤレプリカントの、攻略本兼資料集みたいな本があって、まあ、それ持ってるんですけど、そこになんかショートストーリーみたいなのがね、数ページの小説であったりするんだけど、そこでの小説のストーリーを元にした追加エピソードがあるって。まあ発売前からちょっと、はい、おい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 、2人、ほら珍しいね、街の中に来るなんて。そう、なんかね、その資料集の中にあった小説を元にした追加エピソードがあるって発売前から少し話題だったんですよ。だからなんとなくの話は知ってんだけど。どうしたんだ、2人が街の中に入ってくる。いやー、どう映像になるんだろう、これちょっと俺も楽しみだな。急にすみません。うん、どうしたの。カイネさんが
この辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。そっか、魔物の気配に敏感だもんね、カイネは。異様な気配、魔物か。カイネが感じるってことは魔物でしょう。この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特任がそのありさま。気づいただけでも優秀でしょうが。カイネ、虫、どうかしたのか。いや、なんでもない。さっさと行くぞ。あら、なんか含みがあるね。意味深な。そう、このナンパ戦5年前はなかったんですよ、少年編の時は。この中に入るんだな。漂着したナンパ戦、まあ小説を元にしてるって言っても全く同じではないだろうから。でそのどうにかしてナンパ船の中に入れないかな。うん、これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴ね。いや、その小説の中では赤いカバンの男なんて出てこないので、カバンの男がどうなってるかわかんないね。ここ登れそうだけどな。あ、でもあっち行けないようになってる。見えない壁がある。そこは、あ、入れるのでは。ここ穴が木の板で塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。それは戦闘があるよってことか。まあ全然大丈夫だけど、だって不死鳥の槍あるし。不死鳥の槍レベル4があるし。ああ、これは初めてだ。この船、至る所が腐りかけておるな。むやみに暴れるでないぞ、下着は。なんでカイネにだけ言うんだよ。ああ。あれ？なんか素直だな。なんか様子変だね、カイネ。え、こんな描写あったっけ？本当に大丈夫なのか？あまり無理をしないでくださいね。そうだ。僕たちは船の外から探索しませんか。外の空気も吸えますしね、カイネさん。そうだな、そうさせてもらおう。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さあ行きましょう。カイネさん、お前ら仲いいな本当。ああ、じゃあ別行動なんだ二人とは。シロとニーヤだけで。ここに町の人たちがいるとは思えないの。こういう画面の感じなんだ。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。これもなんかのパロディかな。クロックタワーみたいだけど、別にそういうわけではないか。外からの光が届いていないのか。あ、この暗さでは部屋の中を調べるのは無理そうだな。光源が必要ってことか。暗くて調べらんないので。おい、そこに転がっているのはランタンではないか。あったわ光源。あっという間に見つかったわ。油が残ってる。光、まだ使えそうだな。ああ、これで暗い部屋を探索すると。ランタンを手に入れた。右側は、あ、ここは鍵。じゃあ、あの暗い部屋で鍵を見つけるって感じかな。鍵がなければ先には進めぬな。なんか光ってんな。どこかに鍵がないか探してみるか。うん、ん、あ、何やつ今。女の子が、娘が行方不明になったとか言ってたよな。我も見たぞ、いつの間に後ろに、ね、郵便局の人が。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれぬ。連れ戻した方が良さそうだ。なのかな。じゃあここに入れるんだな。ん、誰もいないぞ。おいおいおい、おかしいな、幽霊でも見たみたいだ。え、出れるような隙間ないよな、ここ。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。あるかな。で、これは船底の鍵。あ、さっきの扉か。この船は一体、ナンパ当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。うん、こんなん壊しゃいいじゃんって思うけどね。こんな、こんな扉ぐらい。
黒の手とかでさ、ぶん殴れば一撃でしょ。この先はかなり暗そうだな。お、先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。大活躍だなランタン。うん、でこれは、これはリンゴが落ちてる。あ、少し傷んでるが最近のものみたいだ。リンゴといえばあの夫婦のキーワードだな。おそらくカバンの船頭が落としたものである。リンゴ10個ぐらい食べちゃったとか言ってたからな。持ち歩いてたのかもしんないな。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。まったく世話の焼けることだ。本当にそういうことか。1週間も 奥を探してみよう。1週間もこんなとこに身隠さないでしょう。あれ死んでるか。おお、なんだなんだ今の。今の音は何なんだ。上の階から聞こえたな。いやどうだろうな。1週間ここから帰ってなくて生存してるってことは、樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か。本当に小麦粉。入り口で見た娘が倒したのだろう。やばいもんじゃなくて、うん、おい床を見ろ。あ、足跡。娘が通った痕跡が白く残っておる、うん、これをたどれば娘の居場所に行き着くかもしれん。本当に小麦粉か。試しに鼻から吸ってみようぜ。でこの部屋、まあ全部調べながら行こう。分厚い本が置いてあるな。なんだろう。公開日誌のようだな。ほう、中を見てみるか。船の進路、天候、入港記録。大型の船だけあって事細かに記録されているな。この船の生存者ってのはいないのかな。だがある日を境に突然記録が途切れておる、うん、この船で一体何が起きたんだ。あれ、それも鍵になってくる。いやちょっとねえ、知らないとこやんの楽しい。今までも楽しかったけどさ、やっぱりこのゲームはある程度、この先はいけないのか。穴の向こうで何かが光ったぞ。いや割と知ってる状態でやってたのが、うん、全く知らないとこに来てちょっと今新鮮。調べようにも棚が邪魔で奥に行けぬ。なぜ狭い通路に棚が置いてあるのだ。壊せばよくね。待て、この棚動かせそうだ。壊せばいいじゃん。動かせそうだじゃないでしょ。いつもみたいに、魔法とか使えないんだな。ここ攻撃もできない。ジャンプだけできるな。ジャンプ力なんか低くなってるけど。なんか重力負荷かかってんのかな。あ、押したり引っ張ったりできるってことか。引っ張る。あ、え、部屋出てきたけど、あ、止まっちゃった。棚が動かなくなった。床の亀裂に引っかかったようだな。床が抜けでもしたら大変だ。これ以上動かすのはやめておけ。あっちの部屋に入れれば、なんかあの光るもののところにも行けるってことだよな。部屋の中も光ってるけど、とりあえずここを入ってみようか。なんか繋がってたりしない？金！ありがとう。これは？棚の方から隙間風を感じるな。あ、これ繋がってるやつかな？この白いカビ、スイッチのように動かせるぞ。え、花瓶がスイッチになってるようだ。動かしてみる。無駄に手込んでんな。これは？机に手帳が置いてある。文字と数字がびっしり書かれているな。数字。船で扱っていた商品の記録のようだ。どれどれ。どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。奇妙なこと。人を売り物にしてたってことか。まあ売ってた側のクソ野郎たちももう生存してないんだろうけどね。
この船の様子だと。でも海の向こうにも普通に国とかあるんだな。そうだ、かなりの儲けを出していたようだな。ほう、同じ人間なのにどうしてそんなこと。分かりたくもない、愚かな人間はどこにでもいるということだ。そうだな、まあ別に理解する必要もないよな。じゃあこっち行ってみよう。さっきの棚動かしたところにもつながってるはずだね。大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。ああ、そういうのないの。いや、鉄でできた道具がいくつも。なんだよ、儲かってたんじゃねえのかよ。それは、え、拷問器具か。え、人身売買してたのに。ここで行われていたこと、想像したくもないな。売り物を傷つけちゃいけないでしょ。なかなか闇の深い船だったんだね。今となっては関係ないのかもしれないけど。で、ここ。あ、鍵？あ、まあまた塞がれてる場所があったのか。魔物はいないみたいだな。そうだね。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。でもカイネは魔物の気配感じてたんだよな。どっかにはいるはずだよね。あ、ここかな。ああ、こっち来てなかったな。この鍵使って。白い痕跡が続いているのはここまでのようだな。何か聞こえてくるぞ。ん？楽器の練習でもしてるのかな。トランペットの練習でもしてるのかな。あ、これか。え、何、通信機みたいなもん。アナログな感じだけど。え、白解読しろ。音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど。これは電声管か。管を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。はは、あ、じゃあ繋がってる場所。管が繋がっている別の部屋に、あの女の子がいるってことか。そういうことになるね。待て、壁に船内図が貼ってあるぞ。どうやらこの管は船尾にある船室と繋がっているようだな。じゃあそこに向かうのか。もっと奥に進めばいいんだな。行こう。しかし誰とも出会わないね。あんたんのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。ほう、お前がそんなロマンチストだったとはな。あ、そんだけ会話。え、明かりを見て落ち着く理由なんかあったのか。うーん、扉が歪んで壊れている。この扉は開かないようだな。鍵を見つけて開けるって感じでもないね。壊せばよくね。壊せばいいじゃん。いつも黒の手で乱暴にぶん殴ったりしてるでしょ、魔物のことは。ここは厨房か。厨房。あ、ここにもあるじゃん、転生館。でもさっきの部屋とつながってたのはここじゃないんだね。大きな鍋だ。大勢の船員のためにここで料理が作られていたのだろう。大勢船員いたんだったら死体ぐらいあっても良さそうだけどね。そういうのすらないね。ん？調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り。死体もない。船員ごとの要望が書かれてるみたいだな。あ、間違いなく人がいたんだね。料理の好き嫌いが許されると贅沢。ああ、確かに。そっか、好き嫌いって贅沢なのか。そういえば、ん？以前喧嘩夫婦の家で出された料理も思考が偏っていたな。だいたいリンゴ料理だったんだもんな。ああ、リンゴ尽くしだったな。飽きそう。旦那さんを見つけたらくどそう。今度は俺たちが家に招待しないと。あの家に。そうだな、そうだな、ヨナのシチュー食わせてやりてえな。薬草。あ、そんだけ。やたら生活感はあるね。結構長いな、これ。どこまで行かせんだ。え、
なんだこの匂いは。匂い？奥の部屋から漏れているのか。お、死体かな？ついに死体かな？またリンゴが落ちてる。あ、これも喧嘩夫婦の夫が落としたものか。一体いくつリンゴを持ち歩いているのだ。ともかくもっと奥を探してみよう。割と最近までここにいたってことなのかな。この床、うっ、そんな無事か。どんくさいキャラじゃなかったでしょ。ああ、なんとか大丈夫だ。あれ、ランタンは？ここは暗くて何も見えないな。おまけにひどい匂いだ。どうやら船底まで落ちてしまったようだぞ。あれ、目的地って？落ちた時にランタンをなくしたみたいだ。どこかに落ちてないか探してみよう。探してみようっつってもな、真っ暗じゃねえか。いや、見えねえな。あれ、こっちじゃないのか。見えなすぎる。ちゃんとカーソルとか出てくれる。あ、あれはこれかな。シロ、よかった、ランタンがあったぞ。ちょっと明かりつくの怖えな。ひどい匂いとか言ってたし。ようやくか。喜んでいないでさっさと手を貸すちょっと怖いですよ。はあ、普通だな今んとこ。はっ、結婚、これはどうなんだ。新しいものなのか。えっ、この死体はもしかして町の者たちと。カバンある。喧嘩夫婦の。うわ、まあ死んでんじゃねえかとは思ったけど。そんな、ここで地獄に叩き落とすために丁寧に描写してたのか、あの赤いカバンの夫婦。あの二人は変わらなくてホッとするみたいなこと言ってたもんな。ニーヤ、言われてみればと思ったし、こっちも。嘘だ。うーわ、ひでえことしやがるぜ。どうしてあの人が、町のみんなが。くそ、しっかりしろ。ここで絶望に叩き落とすためにほのぼのした描写入れてきたんだな。カイネが感じた気配。町の者たちを殺した犯人はこの奥に。まあカイネが感じた気配だから魔物だよね。絶対に許さない。この奥か。いやもう見るな。あ、でもあのクエストとかやっといてよかったね。ね、あの人のたちの家で料理を食べる、あのクエストをやらずにここまで進んでたらあれだったんじゃないの、できなくなってたんじゃないの。おお、びっくりした。お二人とも外いたんじゃなかったの。エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。飛べるからな、エミールは。下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なの。ああ、なんか調子悪そうだったもんな。ああ、少しはマシになった。世話をかけたな。そうか、本当に良かったよ。今度はお二人の元気がないようですけど何かあったんですか。何かはあったわ。ところでカイネ、お、言えよ。お前が感じていた気配だが、ちょうどこの上の階からだ。やはりな、先に進むしかなさそうだ。こっからは戦いだな。いやー、なるほどな。赤いカバンの男、知らない仲じゃなかったしな。ちょっと残念だな。顔色が悪いですよ。どうかしましたか。いや、いっぱい人死んでたからさ。いっぱい人が死んでたのよ。一人で抱え込まないでください。落ち着いたら何でも話してくださいね。優しい。エミール、ありがとう。ありがとう。船の中で収穫はあったのか。実は、あ、行った。町の人たちが何人も。あ、そうか。
上って言ってたけど、ここはなんかある。あ、光漏れてんな。丸められた紙が何個も捨ててある。これは手紙か。手紙。どれも同じ文字が書き綴られているようだが、ん、字が汚くて読めぬ。汚い字で同じ文字か。え、なんか意味あんのかな。ちゃんとそれ明らかになる。上、もう一つ上か。はあ、なんか空気変わったな。セーブポイントあるってことは、これもう戦闘あるでしょう。